今僕らがここにいます。こういうふうに2人が、ね、はい、で道はこういうふうに曲がっていきます、はい、この曲がったところに今あの首だけがこういうふうに首だけが、うん、こういうふうに目があってあってあって、髪の毛はどのぐらいどういうふうに描けばいいんだ。こういう場合はモサモサっていうのかな、こういうふうにボサボサっとした男性が、うん、ちょっとここら辺がないっていう感覚、ちょっと歯がむき出しになってるって感覚、こういう顔でなかなかなんていうの、映画でしか見ないようなグロいことが見えてるな。なあ、見えてるな俺には。初めてだ俺、あの心霊スポット来てこんなグロいの見てる。戦争以来、あの戦以来、ね、この方々何で亡くなってるの。そんなだいぶ古い方なんですか。みんなだいぶ古い、土砂か何かで死んでるな。ああ、なるほど。みんなその、そっか、だから子供とかもいるのか、うん、逃げ遅れたのか。なんで土砂があるかがわからない。いや、あのお昼の時点で岩肌やべえみたいな話はいっぱいしてましたけど、今下手に後ろ振り向くとかもダメなの。これ下手に後ろ振り向いたりとか、なんかいろんなところ映すのは。はい、これが最後のトンネルやったね。2番目ですよ。2番目かまだまあまだ一番なんていうの、被害の少ないトンネルですから、うん。でも土砂崩れで死んだっていうのに刃物の理由はわからんな。うん、刃物なんかわからないけど、さっきバンダナだかスカーフだか頭につけてるって言ったじゃないですか、うんうん、あのっていうことはそれぐらいの年代の方々ってみんな思っていい。そうだね。このトンネル自体が古いの。なるほど。まあ、がっつり岩肌だからな、古いですよね。だよ本当に。いいタイミングすぐになくなるんだよ。遊ばれておる。今こんな感じで、まあブロック石がいっぱいこうやって積んだる。こっち。うん、積んだる。これね。はい、あれ、この辺りど真ん中、うん、これここにね、こういうふうにこういう感じで岩がある。川だろうね。まあ、うん、ここにはい、どこ行っちゃう。あ、やめます。おっと
説明しなくていいって、書かなくていいって説明するの書かなくていいって言われてで、ね、そういうのはやめます。お試しコンセプトを拒否しました。でも俺はやります。先ほどのは怒られません。これ大丈夫しない。怒られてもいいこんな感じ。まあおかっぱってやつかな。はい、こんな感じの可愛い女の子です。耳がありました、ちゃんと。ただここに眉がこういうふうにあって、お目目があって、お目目があって、鼻があって、口があって、ここにから血がたらーって流れてるんです。こういう、あ、頭から。そうそう、自己的な怪我ですかね。ほんで服が T シャツかな、こういうふうに T シャツ、色的にいくと、もう朱色、うん、うん、で、まあ、昔の子なんだろうな、短いパンツ履いて、こういうふうにこうあって、こういうふうか、座ってる感じ。そう、座ってる感じに、こういうふうに座ってる感じで、こういうふうにこんな感じで座って、え、下手くてごめん、こういうふうこんな感じで座ってるって感じで、映すなと、映すなと、うん、言われました。映すってこんな字だったっけ。まあいいんです。あ、今なんかしたね、調べましたぞ。うん、動物じゃないことは分かった。電気じゃねえね、俺の。おっと、はい、今、ライトのこうやってやったら、またここにまたこういう、またこの人出番多いね。この人こういうふうにいる、やっぱし、こういうふうに。寒くない？風吹いてきてない？寒い風が、後ろから風が吹いてきてます ね。いきます。さっきまで風吹いてないもんな。そうですね、うん、わざわざ風に言及してないってことは、すげえ寒いもんね。止まれ離れるのがいいかな。待って待って、昼と夜両方下見したじゃないですか。走行でここ幽霊何人ぐらいいるんです。土砂崩れってことはなかなかない数いますよね。土砂崩れなのかな、これ。要は災害系で亡くなった方たちって。わからないって、だいぶ怪我してるんだ。申し訳ないが、耳鳴りがまあまあしてて、なんていうの、音に集中できない。耳鳴りする？はい、左耳だけなんですよね、うん、でね、これまた不思議なことはね、カッチャーが V の左に来るとまあまあちょびっと楽になるんです。手紙もらうんだよ、同じように血管張ってるのに貫通してきてるんだよな。
今トンネルがあるんですけど、そこここら辺ちょっとくぼみがあるんですよ、ボコンとした。はい、ここ。うん。そこに、ちょっと真ん中ね。はい。手をこういうふうに、ヨイヨイヨンビヨンビヨンビヨンって言って、首があって、こういうふうに顔があって、首があって、手がビヨンビヨンビヨンって言って。上から驚かしてるような感じ。こんな感じで、いますね。いや、へばりついてるっていう感じ。見えたらラッキーですね、皆さんも。ラッキーかな、それ。すげえ長く噛んでるトンネルだよね、ここだとは。そうですね、足元にお気をつけよう。なんか標高2000メートルの量が出てくるし、はい、よいしょ。あ、さよなら皆さん、無理せず、腰抜けで安全第一で動くということを分かってもらえないと、心霊は危ないですよ、そもそも。